M 小田さん、大手通信社がついにファーウェイを予約延期ですねと、うん、この話題やりますよねと、はい、やります OS の話とかも、はいはい、ファーウェイですね、はい、アメリカがこう制裁をこうどんどん強める中で、はい、19年秋にも自前 OS 化というのが記事に上がっています、はい、中国メディアによると、はい、ファーウェイの消費者向け端末事業グループの最高経営責任者であるリチャード・ユー氏が、はい、2019年秋から20年春にかけて自前 OS を実用化すると明らかにした、はい、これスマホだけじゃなくてタブレットとか、うん、パソコンなど、はい、自社の幅広い端末に採用するという、はい、ファーウェイはスマホなどの端末で Google の OS Android を採用している。さらに海外で売る端末についてはアプリ配信の Google プレイやメールソフトの Gmail など Google の主力ソフトも搭載する。ただ米商務省による事実上の輸出禁止措置が16日に発効したことで、ファーウェイが今後作る端末では Google の主力ソフトが使えなくなり利便性が下がる可能性がある、はい、まあ、そういう事態を受けて、まあ、自前でやる方向で、はいはい、まあ、そういう話が出てきているという話ですね、はい、ですね、はい、でこういうことをやるとですね、うん、まあ、今アメリカものすごいやってるじゃないですか、はい、当然アメリカの企業にも影響ね、出てるわけですよ。出ます、うん、半導体メーカーとか、はい、まあ、中国の、まあ、ね、ファーウェイにしろどこにしろ、はい、まあ、部品を下ろしてるようなメーカーっていっぱいあるわけですから、はい、そこの経営にもかなり打撃が出てるにもかかわらず、はい、もうアメリカやる気だと。そう、もうそれは政治家がやっぱちゃんとした考え方があって、うん、やっぱこう長期的には勝たなきゃいけないから、うん、短期でこう落ち込んでもしょうがないと、うん、はい、ここは日本の政治家と違ってて、はい、日本の政治家はとにかく目の前のことしか考えてないから、はい、中国様とくっついて、うん、アメリカ様にもちょっとくっついて、はい、でこううまいとこね、なんとかやっていきたいと、まあ、そういうそのディシプリンがないというか、うん、哲学がないというかね、うん、そういう情けない感じ、いや本当ですよね、はい、もう今やるしかないじゃないですか。そう、もうこれ以上もう中国が伸びきっちゃったら、そう、全く何も対応できなくなっちゃいますし、そう、全部中国にやられる社会がいいのか、うん、アメリカとね、文化的なね、うん、とか民主主義とか自由とか、うん、そういうのの価値観をね共有してずっといけるのか、うん、中国の専制主義にね、うん、ずっとついていくのかって考えたら、どう考えてもアメリカしかないのに、どう考えても本当そうですよ。そう、中国にくっついていこうとする政治家がたくさんいると、うん、いや信じられないですよね、はい、もう最近朝日新聞ですら、うん、その中国の、その横暴さというか、はいはい、デタラメさっていうのを本格的に報道してるのに、うん、してる。それでも結論がおかしいというか、気づかないやつは最後はそこに朝日も行っちゃうけどね、うん、そうなんですね、はい、元に戻って、うん、はい、だからまあそうですね、というか日本もこういう、うん、その中国のこういう企業に輸出禁止とかやると、うん、めっちゃ打撃受けると思いますよ、ファーウェイ。あ、そう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 、うん、日本もやられるけれども、うん、ちょっとファーウェイに部品を出さないでほしいし、はい、で僕はちょっとグーグルさんに言いたいのは、うん、ついでに、うん、サムスンにも出さないで。もう風評被害見てます。まああいつら半分宗主国のようなものあのとこに気持ちいっちゃってるんだから、サムスンにもやっちゃってよと。ついでとかいうレベルじゃないですか。そう世界シェア1位のメーカーですから、ね、サムスン。ついでにもうサムスンもやっちゃってよって。LG ぐらいいいよと。サムスンてめえはダメだ、そうサムスンダメだっつってやっちゃってよって思うね、本当に、はい、サムスンまで行ったらもうもう韓国、はい、中国のメーカー、はい、一気にボロボロですよ、まあ、韓国の GDP 半分ぐらいなくなっちゃうからね本当に本当だからそこで、はい、なんかもう廉価版のアップルみたいなメーカーがあれば、うん、はい、まあ、アメリカ企業一気に伸びるんじゃないですか、ね、そうですね、うん、本当そう本当にそうですよ、まあ、Android 搭載の、はい、そうですね、というか Google って最近スマホを出してるじゃないですか、はい、ピクセルなんちゃらとか、はいはい、出しますよ、もうそういうのを売っていくような方針、はい、どんどん広めてね、うん、行ってもらってと思いますよ、うん、本当にファーウェイに対するその Google の供給が止まると、はい、まあ、Android 自体はあれオープンソースだから使えるけれども、ね、はい、今後のそのアップデートとかで、はい、セキュリティ上の問題が出てくると。そうです、ね、これやっぱネットにはまた面白いこと言う人いるなと思ったんですけど、はい、ファーウェイ使ってる時点で、うん、セキュリティなんてどうでもいいだろう、どうでもいいっていう、うん、そう、もうすでに抜かれてるでしょ、うん、あとそのまあ、確かに OS 作るの時間かかるかもしれないけど、作ってくる可能性も高いし、うん、はい、作るだろうけれどもアプリって作れないんだよね。あ、
しかもローカライズしないといけないじゃない、アプリって、はい、例えば日本に来て日本独特のアプリを入れて日本でなんかする、うん、で、そういうふうにアプリってその地域のプログラマーたちが、うん、これ便利だろって作るカルチャーがないとダメなんで、うん、はい、うん、そうするとやっぱわざわざね、ファーウェイの、OS に合わせてアプリ作るかっつったらちょっと、うん、そうですよね、作んないよね。現状でもこれだけフラフラな立場というか、うん、まあ、米中 その貿易戦争の中で、はい、まあ、翻弄されてる存在、はい、まあ、翻弄というか、まあ、うん、本丸といえば本丸なんですけど、ね、はい、存在なので、はい、そこにアプリ供給できるのかっていうと、そう、まだやっぱ OS に合わせた構造で作んなきゃいけないから、そう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 、まあ、開発者は、大変、もう大変なことに、だってそうそう、だってiPhone 用と Android 用作んなきゃいけないのに、うん、もう一本作んなきゃいけないくなっちゃうわけだから、うん、それはもう一個諦めましょうと。そうですね、うん、中国側は捨てようというふうになるんじゃないかと思うんだけど、うん、で Google Play 使えない時点で終わりじゃないですか。 Google Play 使えない以上、うん、直接そのサイトに行ってダウンロードしてこなきゃいけないっていう形になってくる、うん、リミックスは相当落ちますね。めんどくさくてしょうがないよね、うん、はい、いやそうですね、はい、だからファーウェイっていうのは使わないに越したことはないと。そうですね、うん、はい、いうことで、はい、日本の、大手3社、うん、通信大手3社だからドコモ、はい、KDDI、はい、ソフトバンク、うん、もう新しいファーウェイの端末の発売を延期するっていう、はい、まあ、ドコモは予約の延期を検討か、はい、そうですね、はい、他の2社は発売する予定だったものをちょっと延期するという話なので、はい、中止しろよとさっさと、うん、どれだけ迷惑かけるんだと。なんで米中が衝突したっていうのは、うん、例えば奥山さんの番組でも言ってるわけで、はい、去年の秋にはね、うん、もう言ってるわけですよ。衝突して共産党潰すまでやる気だという分析も言ってるんですけど、うん、地上波がなんせ言ってないし、うん、で日本の企業の人たちはサラリーマン経営者ばっかりだから、うん、その、嗅覚もなく我々の番組を見ずで結局そういう在庫の山をね、うん、積んでるわけですよ。アメリカから、アメリカがそこまで本気と思わなかったっていうテンションでしょ、うん、今ダイアンさん、アメリカは本気ですね、中期をぶっ壊す勢いですね。最近はスマホ率が高いのですが、高齢の方またはあまり情報のない方が思わずファーウェイとかギャラクシーとか買ってしまって後でショックという感じですか、ね、あ絶対やるそれ。いやもう NA、そうですね、うん、ドコモの売ってる人たちは、うん、はすぐおばあさんとかだと本当ですよ。なんかファーウェイ行ってます、ファーウェイとか買わせて、はい、なんか無駄なもの絶対買わせようとするじゃないですか。そう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 、後で解除できますとか言って、そうそうそう、アプリなんか、はい、入れてね、うん、そうそうそう、すぐ解除したらお金かかりませんからとか言って、はいはい、あのじいさんばあさんたち解除できるわけないんですよ、はい、そう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 、だからずっとお金がこうかかり続けると。そうなんですよね、であとこう無駄な SD カード売ったりとか、はい、そう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 、絶対使わない256ギガとか使ってそれで2万5千円とか淀で買えば安いんだけど、安いのにすごい高い、そうどこまで買わせるっていうね、はい、動画撮る人でもなかなか256ギガ分っていうのは、はい、なかなかやらないですよね、はい、すぐに到達するものじゃないんですけど、はい、じいさんバージョンでその容量というのは絶対いらないですからね、はい、そうですね、うん、いやもうそういう話をちょっとしてたら、うん、花田さんの番組で、はい、花田さんの友達の小森さんが、はい、俺のタブレットファーウェイじゃんっつって放送中に言い出したっていうねその時に知った、ね、騙されてんじゃんってい笑ってますけど、うん、自分の親もそうかもしれない、ね、そうそうそうそ そう危ないよね。ファーウェイダメでしょとかで実家帰ったらあれこれファーウェイじゃん。そう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 。あ見る。そうなんだよね。本当に情弱な老人っていうもう確定してしまった。いや情弱な老人だよとかここで言ってると、はい、自分の親がそうかもしれない。そうかそうそうそう。まあ親とかじいちゃんばあちゃんとか気をつけないといけないですね。気をつけないといけないですね。赤い大地はガラケー率が高そうで 40% がまだガラケーとか。私の周りにスマホいません。本当ですか、国産スマホがないの残念だなと。ガラケーで思い出しましたが、ドコモが i モードのサービスを近々終了するとか、するとスマホ率上がるかなと。 i モードってまだ使えるんですかっていうレベルですよね。もう離れてしばらく経ってしまったので。そうですね、うん、おばあちゃんたちしかガラケー持ってないんで、うん、そもそも iPhone i モード使ってねえって、ね、i モードすら使ってないからですね。そう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 、まあ、メールと電話ってしかね、だけでいいかなと。ウッツン01さん、Google プレイも Google サーチも、YouTube も中国にはもともとアクセスできないでしょ。もともと中国ではできないんですけど、うん、外に出た中国人はそれ使いたいわけですよ。でそれが、まあ、海外用端末ではそれ入れてるって、そうそう、まあ、さっきの記事にもありましたけど、そうそうそう、だからもうファーウェイの
機械を買わないでそうするしかなくなってしまうということなんですよね。もともとその、Google 側としてはそれも分かってるんで、うん、あれですけどね。リュウジさん、米中貿易戦争のおかげで売りたちが玉の利をする2だ、3世の天下2だ。いやいやいや、アンドロイド染めてもらいたいなと思ってますよ。はい、それどこまで真面目に書いてるのか分かんないです。分かんないです。毎回コメントが面白いです。そうですね。